ひまわりネットワーク株式会社は愛知県豊田市に本社を置くケーブルテレビ局。アスケ地区は行政が FTTH 方式で整備したものを委託して運用されている。当社は豊田自動車の IT 事業の中核を成し、2000年に東海デジタルネットワークセンターを設立して東海地域のケーブルテレビ局へデジタル配信を行っている。また、 早くからハイビジョン放送にも力を入れており、2005年から自主放送番組はハイビジョン放送となっている。またハイビジョン対応の大型中継車を2007年から運用している。この他にコミュニティ FM の FM、トヨタの設立や岐阜県岐阜市のケーブルテレビ局である CCN と業務提携するなど事業を拡大している。2008年7月1日に 東海デジタルネットワークセンターを母体とする持ち株会社コミュニティネットワークセンターの完全子会社になった。東海地上デジタル放送実験協議会、デジタル CATV 実験協議会の豊田 CATV 実験センターが設置されていたことがある。地上デジタル放送 BS デジタル、放送 CATV デジタル放送利用料金、当詳細は当該サイト参照。 当該サイト参照英文社名、ひまわり .co.jp のフーイズ登録情報より、ウェブサイトには、インク、の、記載なし。ABCDEF ひまわりネットワーク株式会社、第32期決算広告、ケーブルテレビ業開発の大型ハイビジョン中継車を、製作 FTTA1 への、取り組みひまわりネットワークアーカイブド2012年11月10日、 アットザウェイバックマシン、ひまわりネットワーク株式会社による株式、会社ケーブルテレビカニの株式取得について、ありがとうございます。